はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は中ハイなのかな、ハイボールなのかなですね。東京、ロマンの電気ブランハイボールです。アルコール度数 9% と高い。原材料がハーブ浸出液と醸造アルコールと果実酒とブランデーとジンと砂糖と炭酸ガスと香料とカラメル色素と酸味料。容量が 275cc です。製造者が合同酒精株式会社となっております。100年にわたり受け継がれてきた秘伝のブレンド、浅草発祥の夢のカクテル電気ブランがハイボールになりました。まだ電気が珍しい、明治の頃、真新しいものには電気〇〇と名付けることが流行し、電気ブランはハイカラなものの象徴として人々の関心を集めました。また心地よいビリリとした味わいも電気のイメージにぴったりでした。ブランデーをベースに秘伝のレシピで作られた電気ブランを今宵はハイボールでお楽しみください。この商品は千葉県の工場で製造しております。と書いてありますね。これね、珍しいんで買ってきました。どこで売ってたのかもう覚えてない。どこで売ってたんだっけな。謎です。乾杯。あー、電気ブランだ。電気ブランそこにあるんですけどね。そこにね、電気ブランの30度。電気ブランの30度だっけ？度数低いやつあります。この電気ブランとさ、ビールをさ、ビールをチェイサーに、電気ブラン飲むのはうまいよね。ああ、結構、来るね。電気ブラン、アルコール度数 9% だもん。結構。これは、まさに電気ブランを炭酸で割ったやつですね。ほんのりとしたこの甘みと、そしてこの香りね。まあ個人的に電気ブランはやっぱストレートで、冷やしてストレートですね。で、ビールを片手に、チェイサー代わりに飲むという。浅草の神谷バー行ってきましたけどね。いや、美味しかったっすよ。マジで。あそこはね、食券なんだよね。最初にレジに行って食券を買って、で、頼む方式なんですけど、それ最初知らなくてね。普通に席についてすいませんって頼んだら、食券制なんで、とかって言われて。ちょっと斬新でしたけどね。電気ブランね。これ美味しいんですよ。これはぜひ飲んでもらいたいですね。結構売ってますんでね。酒屋に、まあ、酒屋しか売ってないかな。酒屋に行けば売ってますんでね。そう。電気ブランが30度のやつと40度のやつがあるんで、アルコール度数がね。で、40度のやつはオールドって言われてて、まあ、古いやつ。当時の、度数のまま。で、今のが、現在の電気ブランはアルコール30度のやつなんですね。これ美味しいですよ。この神谷バーっていうところね、浅草にある
神谷バーってところが、電気プラン1杯270円ですね。で、オールドのやつが370円と。結構手軽に飲めますね。まあ、ちなみに俺これ持ってるんですけど、それ神谷バー行って、買ってきたこれね。当時、何年前 ?1 年前ぐらいに神谷バー行ってきて、買ったやつが、コップですね。コップでショットグラス的なやつ。多分、容量的には 60cc かな。多分 60cc ぐらいだと思うけど。60cc かな、多分な。で、ここに、電気プラン。あ、未開封だ。買ってそれを飲んでねえんだ。ほこりが溜まってますけど、久々にちょっと飲みますか。電気ブランね。これ美味しいんだよ、本当に。俺好きなんですよね、電気ブラン。結構嫌いな人もいると思うんですけど。ブランデーベースの、あれなんですよね。秘伝の。電気ブランは、ブランデーやワイン、ジン、ベルモット、キュラソーなどのカクテル。で、処方は未だ持って秘伝となってるって書いてある。まあ、いわゆる、まあ、リキュールの混ぜ物って感じですかね。リキュールカクテルって。これ美味しいんだ。容量的に何 cc だろうね、これね。60cc か 70cc ぐらいあると思うけど。わからん。65cc ぐらいかな。缶ピー。ここにね。ここにね。DK って書いてある。神谷バーって書いてある。かっこいい。うん。うん。度数が30度のこれ。これ30度のやつなんだけど。俺はよくこれ飲むときは、ビールチェイサーにするんで、ビールをチェイサーにするとすごく美味しいんですよ。ただそうするとめちゃくちゃ、どっちもビール、酒でしょ。だから、すげえ酔うんだよね。なんで40度のやつだと、これがものすごく酔うんで、で、ここに書いてあるんだけどね、神谷バーのサイトに書いてあるんだけど、朝日生ビールの大ジョッキが1050円なんですよ。高いんですよ。これね、1050円がね、めちゃくちゃでかいんだ。で、泡にこだわった何杯でも飲める生ビールです。電気ブランと交互に飲むのが神谷流ですって書いてある。ちゃんとね。これの大ジョッキがすげえでかいんだわ。神谷バーの大ジョッキ。神谷バー大ジョッキ。これがね、すげえでかいね。俺確か大ジョッキ頼んでなかった気がするけど。ピッチャーレベルのでかさ。すげえでかいんですよ。とにかく。で、これと一緒に飲むのが、まああれですね。神谷流っていう。これいいっすよ。ピッチャーサイズのね、大ジョッキ1リッター、1リッター入る容量の、ジョッキですね。1リッタージョッキなんですよ。これが、1リッタージョッキが、
出てくるんですよね。1050円で。1050円で1リッターのジョッキが飲めるという。まあ、朝日生ビール。だけど、朝日多分スーパードライでしょうね。朝日ビールから直送された生ビールを専用の500リットルタンクにて徹底した品質管理を行っています。繊細でクリーミーな泡の蓋が最後の一口まで風味を逃しません。泡にこだわった何杯でも飲める生ビールですって書いてある。こういうのって、ジョッキってさ、店によってまちまち味が違うんだけど、よく出る店とか、まあ、よく清掃が整ってる店っていうのは、本当に生ビールはめちゃくちゃうまくって、ジョッキはね、ジョッキの生ビールは本当に美味しいんですよ。俺最近うまかった店が、松屋ですね。松屋の牛丼の松屋で、ジョッキ、中ジョッキ頼んだんですけど、すっげえうまくて、中身は多分スーパードライなんですよ。ただ、瓶のスーパードライとか缶のスーパードライとかの、レベルが違うんですよね。味のレベルが。一段階、レベルが違うんですよ。俺の、あれで言うと、スーパードライ四つ星なんだけど、五つ星レベルのが出てくるのよ。マジで。すごいんですよ。だから回転率がいい、良かったり、回転率がいいと、どうしてもほら、新鮮なのを入れるわけじゃないですか。だから、回転率がいいっていうのも、一つ、ゆえんとしてあるんだけど、うまいね。ジョッキのね。で、あと、ちゃんと掃除をしてるかって。毎日掃除をしてるかっていう、あれですよね。それによってはだいぶ味が変わってくるんだけど。これがね、松屋のがね、多分当たりだったんですよね。そこの店がね。まあどうなのか知らないけどね。まあ松屋自体が当たりなのかもしれないけど。すっげえうまくてね。泡がさ、俺泡嫌いなのに、俺ビール泡嫌いな人間なのに、その嫌いな泡をもううまいと思って飲んだもんね。あそこはすごいなと思ったよ。マジで。あそこはね、とか言ってたら神谷バー行きたくなってきたな、マジで。神谷バー行ってこようかな、明日あたり神谷バー行ってこようかしら。ちょっと炭酸。神谷バー行ってこようかしら。1リッターのジョッキ飲んでこようかしら。ピッチャージョッキみたいな。スーパージョッキ。神谷バー美味しいよね。ほんとに。でね、あとね、煮込みとかもありますね。煮込み。串カツとか、カニクリームコロッケとか、マカロニグラタン、焼き鳥とか、いろいろありますよ。前俺が行って頼んだのが、八ぶどうパンチっていうなんか、八ぶどう酒の、っていう、なんか定番カクテルらしいんで、頼んだ。
まあ、美味しかったけど、まあ、うん。って感じかな。うん。本当にあの、このさ、電気ブランはさ、美味しいんだこれ。美味しいんだこれが。生ビールと飲むと特に美味しいんだこれ。明日神山行ってこようかな。これどこだっけ？浅草。ちょっと待って。これ場所どこだっけ？東京都台東区の。浅草。明日神山行ってこようかな。なぜか消費税込みなのにさ、今思ったけど、アサヒのさ、大ジョッキが1050円っていうのがさ、不思議だよね。これ価格そのままなのかな？ 5% 時代の価格とそのままなのかな？なんかそのままっぽいな。税込み価格ですって書いてあるけど、1050円ってなってるけど、1080円じゃないの。うん、ということで、うん、これは美味しいですね。まあでも個人的にハイボールで飲むよか、やっぱりストレートで飲むのが美味しいなと思うんで、それを考慮すると、まあ三つ星ぐらいですかね。うん、はい、まあ四つ星でいいかな。3344です。ご視聴ありがとうございました。